はい、皆さんこんにちは、週刊大衆競馬記者の関根です。どうもお久しぶりです。皆さん競馬の馬券の調子はいかがですか？私の方はですね、ちょっと、部内的なところで移動などもありまして、しっかりこの秋からはもうさらに競馬に何ですか、じっくり打ち込めるようになりまして、この秋も全勝を目指していきたいと思います。全部当てに行きます、はい。で、今日はですね、スプリンターズステークスと、その夜ですかね、行われるもう世界最高峰のレース凱旋門賞、あと、私秋に春に出しました POG の王道、こちらですね、こちらのまあちょっと振り返りと、まあ、この来年に向けてのクラシック戦線なんかを占ってみたいなと思っております。じゃあまずね、早速スプリンターズステークスからいきたいなと思うんですけど、これスプリンターズステークスね、かなり面白いレースになりそうで、もう枠順も決まりまして、レシステンシアが12番、ダノンスマッシュは14番、モズスーパーフレアが16番、これは外にね有力馬揃いましたね。先行力ある馬もレシステンシア、モズスーパーフレアが12、16、外にこう集まっているところで、あとは内に、4番ピクシーナイトとかね、こういったところがいますね。あとちょっとはね、なかなか気性が荒くて能力を発揮できていないメイケエールなんかが6番にいたりとか、そういったところですかね。まあでも本当にいいメンバー揃ってて面白そうですよね。あとは今もうすっごい雨降ってるんですけど、この雨がねどんな影響を及ぼすのか、まあきっと明日明後日はなんかね30度近くなるというところで、土日はまあ馬場は量になってくるんじゃないかなというところはありますが、ね、まだちょっとね分かりに見にくいところがありますよね。まあでもそんなところでも、まあ高速は高速だと思うんですけど、意外に力がいる馬場に今日のね雨がずっとね夜中まで降ったりして残るようで、明日そのままで競馬が行われるとね少しタフな馬場に日曜日はなりそうな気もするんですが、まあそういうのも鑑みて私の本命これでいきます。じゃん、クリノガウディ。クリノガウディ、これ結構そこそこ人気ないんじゃないかなと思うんですけどね。このクリノガウディ、ガウディといえば本当あれですよね、高松の宮記念で1着で入りながら、車高で後着4着になっちゃった馬ですね。だ幻の G1 馬っていうところなんですけど、このクリノガウディ、その高松の宮記念からまあね調子を崩してしまいまして、 CBC 賞12着、関谷記念18着で、セントウルステークス去年で7着、かなりね調子リズムを崩してる中でスプリンターズステークス去年使って、これはねなんと5着まで来てるんですね。相手はもうダノンスマッシュ2着、アウィルアウェイ3着、ミスターメロディー4着、その後の5着ですから、レッドアンシェルなんかには勝ったりしてるんですよね。だからリズムを崩しながらも5着っていうのはやっぱり実力はあるんじゃないかなと。でもまたねそっからこう調子を崩しちゃって、もうずっと曲げてダートを使うぐらいねなってたんですけど、そこからしっかりね立て直して、春オープンから立て直したんですね。でオープンリステッドと連勝してセントウルステークスを迎えて、セントウルステークスはそれはレシステンシアね、強かった競馬ですが、これもね、非常に岩田騎手の好騎乗、岩田康成騎手の好騎乗もありまして、3着入ったんですね。もうジャンダルムの猛追をねなんとか振り切って3着だったんですけど、いやこの競馬もね非常に味があるというか、しっかりもうなんか着実に成長している感じがありますよね。器用さもありますし、まあ左回りの方が強い、左回りの方が走るんですけど、まあ先ほども言ったように中山スプリンターズステークスでも5着ですし、まあ、その後の阪神カップもね5着になったりしてるぐらいですから、今もうまさにスプリンターズとして完成の域に達してるんじゃないかなと。で何があといいかって、調教がめちゃくちゃいいんですよね。もう今週の販路ラスト11秒4、途中の加速ラップ、ラストのその加速ラップ 1.4 もねこう加速してるんですよね。
これはだいぶ出来もいいんじゃないかなというところで、うん、クリノガウディしっかり完成してきて、さらに仕上げもできてると、もう狙うはここなんじゃないかな。まあね、中京の方が合うかもしれないけど、面白いんじゃないかなと。枠もね、真ん中で自在にできそうですし、岩田康成騎手は本当さっきも言ったように、この馬をね乗って、そのオープンリステッドって岩田騎手で連勝してるんでね、もう熟知してると思うんで、ここは岩田騎手に、期待したいなと思います。で、相手はですね、もうこんな感じ、もう3頭ですね。まあもうピクシーナイト、これ3歳ボバで、もうこれね、 POG の取材の時からもうずっと当時からね、めちゃくちゃ評判が良くて、調教もすごく動いてたんですけど、まあ、その時からね、あの音無調教師も福永騎手も、まあ1200スプリンターだねっていう風に言ってたんで、もう本当そのスプリンター1200に戻してからもう連勝して、連勝というか2着か、重賞で2着続いてますんで、もうまさにモーリス3区でね、もう期待の一番最初のね、重賞勝ち馬ですから、モーリス3区のこれはさらに成長しているんじゃないかなと思いますね。まあ、3歳ですし、ここはで内枠4番ですか、あ、いいんじゃないですかね。まあ、あとはどこら辺につけるかっていうところと、まあ、中2周、まあ、セントウルステークスからね、いつも来ますんでね、まあ、このやっぱり中心はクリノガウディしかり、もうセントウルステークス組かなという感じ、もう全部そうか。ではもうレシステンシア、こちらももう、まあ、3着は外さないと思うんですけどね。ただ前走でそのね、本当勝ち切っちゃったところが若干ちょっと気になる部分というか、なんかここら辺でうまく負けてっていうか、2着3着ぐらいでお茶を濁す感じにしておいて、ガスを抜いておいてくれた方が本番に向けてよかったかなっていうところでね、なかなか本番で勝ちきれない、前哨戦を勝って本番でまあ2着とか6着とかなってることが多いので、まあ、そこがちょっと懸念かなっていうところですが、まあ3着は外さないんじゃないか。そしてジャンダルム、これ僕前走ね、ジャンダルム本命だったの、セントウルステークス。もう出遅れた瞬間終わったと思ったら、ゴールね、なって、もう直線すごい足で追い込んできて、僕多分ね、ピクシーナイトとジャンダルムのワイドを買ってたんですけど、だからもうこれね、取ったと思ったら、もう鼻差でクリノガウディ、さっきのクリノガウディが3着だったということで、もうほんと涙を飲んだんですけど、まああの足を見て、あ、この馬やっぱり相当強いな、もともと調教ですんごい足ね、タイム49秒台とか出したりしてる馬ですから、もう能力は間違いないんで、あとはね、どうしても、出遅れ癖が怖いなというところですが、まあそこは中山戦人のね、スプリンターズステークスも、追い込み、去年のグランアレグリアとか、古くはね、ドゥランダルとか、一気にね、直線が届くレースでもあるので、ジャンダルム、まあ、出遅れたらもうその時は腹をくくって末脚にかけて、そしたらもう3着も全然3着以内、もうあるいは頭ぐらいまでね行ってもおかしくないんじゃないかなと思うので、この4頭で勝負したいなと思います。もう馬券はもうそうですね、クリノガウディから、まあ、生まれんワイド3連服など、もうダノンスマッシュとかね、もう来たらごめんなさい強いと思うんですけど、もうちょっとピークは過ぎてきてるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ピークを過ぎるっていう根拠は特にないんですけど、まあ結構ね、この春調子よくても夏を境に一気にこう衰えるっていうケースもあったり、6歳ぐらいだとねあったりするし、まあロードカナロアでスピニングワイルドキャットでそこまでの成長力、もう完成したい、この春完成してそこからじゃちょっとずつっていうところでね、遠征明けだし海外、ここはちょっと嫌いたいなというところでございます。これでいきたいなと思いますんで、これでまずこの秋1勝目がっちりいきたいと思います。で、続いてそのまま凱旋門賞いきたいと思います。凱旋門賞、これ日本馬がね2頭出るんで、JRA のね、サイトでも買えるので、ぜひぜひネット投票してほしいというところですが、まああとね、これ日本馬クロノジェネシス、もう日本馬今最強、日本最強なんじゃないですかね、クロノジェネシス。あとはフォア賞を勝ったディープボンドがいますが、まあ、あとね海外馬に行くと強いのはタルナワ、
これアメリカブリーダーズカップでマジカルに完勝してるんですね。でレース見るともう切れる足というよりも長くいい足をずっと使ってるようなタイプで、やっぱ凱旋門賞とかにすごい向きそうな感じしますよね。であとアダイア、これがイギリスダービーとキングジョージをこれ快勝してるんですね。でレーティングがメンバートップの127、このタルナーは122だったりするので、もう全然差があるんですね。このアダイアもレース見ると強そうですね。これもいいアダイア、アダイアそう127ですね。3歳ボバで、もう1頭、あとはスノーフォール、これね皆さん知ってる方もいるんじゃないですかね。生産国ジャパン、シュボバ、ディープインパクトですよ。でこれがもうイギリスオークス16馬身差っていうね、もうとんでもない大差ですよね。それで圧倒的に勝っちゃったというところで、今波に乗ってる。で3歳牝馬なので、55キロ筋量的にも有利ということで、オブライエン厩舎ですしね、これねもう名門ですね。ここら辺がまあ人気になるかなというところで、海外はこの3頭とかが、でも他にもねいたりしますからね、わかんないですけど、まあそんな中で私の本命はじゃん、これいきます、クロノジェネシス。いやもうねクロノジェネシスもう説明は不要じゃないですか。もうねこんだけタフな馬場で勝ってきてる馬だから、まあもう凱旋も馬後ですしね、お父さん、これが来てくれないともう日本はちょっとね、当分きついんじゃないかなっていう風な気もしますがね。で人気もだから難しいとこですね。日本のその JRA のオッズだとやっぱりみんな買うから人気になっちゃうかなっていうところありますよね。でも単勝では人気になって、だ狙い目は案外こう馬単の頭とか、あと2着付けとか、そういったところにするといい。だから2着までには来るような気するんですよね、クロノジェネシス。いやもうねこれはね、ノーザンファーム早北育成馬で、ノーザンファーム早北育成だってビブロスとかね、やっぱ海外で活躍する馬輩出してますから、凱旋門ぜひちょっとこれ行ってほしいですね、クロノジェネシス。ねもう宝塚とか全くものともしないで、オモババも全くもうすんごい大差、もうタフな馬場でものすごい強い勝ち方してますから、まあ58キロの筋量は背負いますけど問題ないんじゃないですかね。だから海外馬も強いですけど、まあエネイブルみたいなね、本当に怪物みたいのがいないところで、まあ本当狙い目というか勝つならここなんじゃないかというところもあるんで、ここは応援も兼ねてクロノジェネシス。だからあとはね、海外のスポーツベットができる人はクロノジェネシス その海外のサイトで単勝とか買うのはいいんじゃないですかね。別にね違法とかじゃないから、こういうの狙い目かなという気はしますね。ぜひ狙ってみてください。じゃあそんなところで最後は POG の王道をねやらせていただきまして、皆さん新馬戦 POG の調子いかがですか。今年はどうですかね。ちょっと振り返っていきますけど、面白いんじゃないですか。まだこれっていうねすっごい怪物馬はいないですし、あとねノーザンファームがやっぱり強いんですけど、ノーザンファーム以外もね結構ここ台頭してきてて面白いんじゃないかなと思います。その中でも今そうですね、頭一つ抜けてるのはジオグリフ、いいですよね、札幌で勝ちまして、これドレフォン、アロマティコ、これね、のどなりっていうね、情報が出て、大丈夫かって言ったところで、シンバーから2連勝、すごい強い勝ち方してますから、から能力がすごいんじゃないですかね。であとはそののどなりがね、ちょっと心配、爆弾を抱えてる ところありますけど、これ全然、いいんじゃないですかね。とかジオグリフ そのドレフォン3区走ってますよね。あと相当大きく取り上げたハイアムズビーチユキちゃん、これもねアスターショー2着だったんですけど、シンバ勝って、
楽しみですよね、ドレフォン3区として。まあ、ゆくゆくはダートでもね走れるっていうところもあるし、これなんかね、あの会員さんいいですよね。楽しい。で、あとはその新種馬場で行くと、ドレフォンと、あと面白いのはシルバーステート3区ですよね。この前強い勝ち方したロンとか、あとベルートブラボーと、ベルートブラボーコムストックロード、これシルバーステート1-2になったんですよね。レースは何でしたっけあれ、すいませんね、これ忘れちゃった。ベルートブラボー、そう、シルバーステートやっぱ走るんですよね。ダリア賞だ、ダリア賞で勝ったんですよね、このコムストック、ベルートブラボーが。で、2着のコムストックロードという馬もシルバーステートと。これすごいシルバーステート走るんですよ。そう。だからこの、ね、ロンも非常にね、あの、強い勝ち方して、武豊騎手でね、勝ちましたけど、ロン。そう、ノジックステークスですね。だからこれさっきもノーザンファームって言いましただけじゃないって言いましたよ。そのね、ローンは三島牧場だったり、あとベルートブラボーがチェスナットファームだったりするわけで、だからこういったところがね、なんか台頭してきてて面白いなというところですね。あとはそうですね、だそれでいくと追い分けリリーファーム、追い分けリリーファームですね、追い分けファームリリーバレーで育成されたセリフォス、これなんかも新潟2歳ステークスで勝ったり、2連勝で。こういったところも出てきたりして、そうそう、多数再々なんですよね。あとは、Today is the Day。これもね、非常に強い勝ち方して、これは、あれですよ。また出てきましたよ。ノースヒルズ軍団が。これ堂々とした。これすっごい強かったと思いますね。ダービーに向けてです。馬っぷりとか非常に良かったので注目ですね。お兄ちゃんね、ビバンがなかなか、注目されてて、殻は破れてないんですけど、まあ、弟からいきなり出てきたというところで。で、あと、ノースヒルズで行くと、これからね、楽しみなのが、あれですよ。ロードクロサイトって聞けば、もう、コントレールのね、前提ですね。これのサンセットクラウドというのもね、そろそろ出てくるということなので、ここら辺も注目かなというところですね。で、あと、まあ、おさらいしていくと、まあね、もうノーザンファームももちろん行くと、あとコマンドライン。ね、これいきなり強いレースして、そろそろ出てくると思うんですけど、非常に強かった、勝ち方でしたよね。あとはレッド、ベルアーム、藤原秀久社、福永騎手のコンビですね。こちらも、なんかこう、そつない競馬でしたけど、もう本当なんか、なんていうんですかね、そこまで、仕上げきってない中であんなに楽に勝てちゃったんで、この辺も今後は楽しみかなというところで。あとは、注目、これからの注目でいくと、タイタンクイーン19、関東飾らせていただきました。こちらの馬も、タイタンクイーンですね。リアドという馬名ですが、追い切りの動き今のところ非常に抜群だということで、これから出てくると思うんですよね。楽しみですね。あとはもう一頭、このシーブ。湘南アデイブ。湘南アデイブですね。こちら。こちらもかなり大きく取り扱わせていただきましたけど。これちょっとね、オーナーの、国本オーナーに少しお話しさせていただいた機会がありまして、もう夏かな ?7 月、夏の段階の時にお話しさせていただいた時に、もう夏は使わないで、秋に一本っていうふうに言ってたんで。で、これももうね、そろそろ、出走が、決まってくるのかな。もうだから満を持して秋のデビューということで、ここら辺も非常に楽しみなんじゃないかなと思います。ボバはこういうところで、あと牝馬ですね。牝馬だと、ステルナティーヤ、ロードカナロア、ラルケット、ステルビオのゼンマイですね。こちらもすごいいい勝ち方しましたし、あとルージュスティリア、ディープサンク、あとはソネットフレーズ、エピュアネイアですね、ボージェストのお母さん、まあ、ここら辺が非常にいいんじゃないかなというところですね。まあ、その中でもね、僕が注目しているのは、ステルナティア、ロードカナロア3区の、いいんですけど、なんか、ロードカナロアって若干最近、ね、アーモンドアイ、
サートゥルナーリアが出てからなんかこうすごい大物が出てこない感じでパッとしないって言ったらあれですけど、走ってはいるんですけどね、大物出てこないなっていう印象だったんですけど、ここで出てきましたし、あとね、ちょっと夏に同じく夏にですね、ノーザンファームの方々にちょっとお話しする機会ありまして、今のちょっと2歳馬ね、いろいろお話、まあ詳しくは聞いてないんですけど、一頭全体聞いたらね、ロードカナロア3区が、ね、めちゃくちゃいいということだったんですよね。今の2歳1歳か、これから、出てくる、来年の POG 本に出てくるような馬たちの話だったんですけど、ロードカナロア3区がね、非常に何ともいいのがいるというところだったんで、なんかここら辺からね、ロードカナロアのもう一回復権があるんじゃないかなっていう、ドレフォンとかね、シルバーステートという新興勢力も出てきて、そんな中でエピファネイアとかもねいて、まあ、そこでロードカナロアがもう一回こう輝くんじゃないかなっていうね気がするぐらいね、何頭もいたので、これは楽しみなんじゃないかな。まあそこの先駆けじゃないですけど、先輩としてステレナティーヤが牝馬だったらいいんじゃないかなという気がしております。はい、そんなところですかね。あと何ですかね、まあ、これから本当どんどん大物が出てくると思うので楽しみですよね。まだまだ本当になんつうか超怪物っていうのは出てきてないような気がするので、だから今 POG をやってて会にいる人も一頭バンって出てきたら、一気に上がる可能性ありますんでね。私も今はね、身内でやってる POG は結構ね真ん中より下ぐらいにいるんですけどね、なかなか思うようになんか頓挫したり怪我しちゃったりとかもあったり、こんだけやっといて下かよっていうところあるんですけど、まあそんな中でもね、これから出てくる馬が勝ち上がってくれれば、あとは勝ってる馬が成長してくれれば、一気にまくれると思うので、その皆さんもね楽しみにしていてください。自分のね馬もそうなると思うので、じゃあそんなところで今日は、スプリンターズステークス凱旋門 POG 新馬についてちょっと振り返ってみました。また、大きなレース予想していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。